はい、ファスティング初日の体重です。昨日の焼肉が響いてますね。頑張っていきたいと思います。はい、1日目の1食目です。紅鮭がゆ。おかゆとか食うのなんかもうめっちゃ久しぶりだわ。お腹にたまるかしら。どうでしょうね。デブ。ごちそうさまでした。足りない。足りませんけど。そういうもんです。ああ、そういうもんですか。うん、慣れてきます。はい、ね、まあでも久しぶりになんかこう優しい味だったわ。ごちそうさまです。おはようございます。2日目の朝です。思ったより空腹感はないかなっていうのと、体重が 1.4 キロか落ちてるんですけど、これは多分ね、もともと74点後半だったのが前日焼肉食って 5.8 まで膨らんだのもあるかなと思ってます。ただ痩せましたね、やっぱりね。今日も頑張ります。2日目の夜です。最後の晩餐でございます。晩餐、うん、晩餐です。さすがにちょっとだけお腹空いたわ今。あらね、うん、でもやっぱさ、酵素を飲むとさ、うん、若干落ち着かん。だと酵素の効果なのかな、あれって。なんか膨らむ気がする。あ、そう。炭酸水がやっぱり良いよ。あ、そう。刺激が。なんかね、作るのめんどくさくて俺も水でやってるけど。うん。うん、ちょっとね、そもそも私水が苦手だから。あ、なるほどね。何もなくても水2リットル以上飲むからね、俺。すごいね。うん。はーい。うまいんだよね。うまいよね。不思議と。わかるわ。明日から。うん。そう、3日間ね。酵素だけってことだよね。うん、そうです。なんか新たなね、うん、次元に入りそうだよね。そうだ ね。で、結構フラフラしない？今はね、そうでもない、まだ。あ、本当？うん、仕事中やばかった。あ、そう。日中で、まあ、それ酵素を飲むと、うん、取り戻すんだけど、うん、だからできたら酵素飲むみたいな。ああね、よしよし、なんとかね、頑張りましょう。はい、はい。おはようございます。ファスティング3日目の朝です。なんか順調に1キロずつ下がってますね。まあ、今日から完全に酵素ドリンクだけになりますので、さらに落ちていくのかどうかっていう感じです。60キロ台に行けるでしょうか。おはようございます。ファスティング4日目の朝です。まあなんかこう空腹を耐えただけやってね、ちょっと減ってるのは嬉しいですね。今日で断食2日目なので頑張ってきます。おはようございます。今日ファスティング5日目です。 72.2 キロですね。本当は今日まで、断食する予定だったんですけども、まあ、これからちょっとイケアに行かなくちゃいけなくて、まあ、車を運転したりとか、まあ、長時間歩いてその後運転したりとかしなきゃいけないので、私はここでお粥を食べます。はい、まあ、でも体重だいぶ減ったね。そんな感じです。伊勢てく、今からパパはお粥を食べます。おかゆです。卵がゆ。あ、2日何も食わないとね、これだけでもすっげえごちそうに見えるね。いただきます。あ、おかゆだ。あ、でも甘い。甘み感じるわこれ。力がね、ほんと全然入んないから、これちょっと
糖分取らないとやばいね。うん、あーすごい、ちょっとだけ生き返る気がします。では食べます。はい、5日目の夜です、ね、私はねちょっと今日の朝普通にお粥を食べました、はい、で今から食べるものも今度は紅鮭のお粥です、はい、ただね隣からすごくいい匂いがするんですわどうや、何ですかこれは。これはお出汁をちょっと入れて、うん、お味噌をちょっと入れて、うん、た10倍粥。あで元は白粥だから塩分とかないものを、うん、ちょっと出汁とお味噌と入れました。それ梅味噌でしょ。あ、そう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 、梅味噌。大丈夫、酸っぱくないかな。どうだろうね。どうだろうね。もう香りがすごいね。もう味噌汁の香りがしてめっちゃそそられるんだわ。ね、いいよね。やばい。ちょっとこれで、はい、復食。始めますか。っていう感じです。はい。はい。どうぞ。はい。うん。うまい。酸っぱくない。ない、あ本当、ちょっとしか入れてないし、私もちょっとだから、うんうん、まあ正直そんな塩分塩味も感じないんだけど。あそう、でもお出汁のいい味がしますわ。いいね、やっぱ敏感になってるよね。うん、そう、なんか俺朝食った時さちょっと敏感すぎてなんかお粥っぽくなかったんだよね。なんかすごい、うんうんうん、甘みは感じたけどね、すごく、ね、そう甘いって言っちゃったもん流行り始めた、うん、でもこれもね甘い、うん、甘い、あそう、米の甘さ、うん、うん、あと出汁も、うん、なんだろうね、出汁なんだけど、うん、やっぱ甘みがくるよね。あ、そう、うん、うん、美味しいね。よかった。まあこれなんとかね、こうやっと食べ物を入れてますんで、そうだね。うん、まあ、ここからね、こうリバウンドしないように、うん、ちょっと徐々に戻しつつ、うん、私のでも頭の片隅にはね、もう焼肉がいる。そうだね。まあまあとりあえずね、そんな感じで回復していきます。回復していきます。おはようございます。今日がファスティング6日目の朝です。今日の朝のお粥でも持ってファスティング終了したいと思います。で気になる最終的な体重はダーン、71.7kg、 痩せましたね。まあなんかやっと今日の夜から少し固形物を食べられると思うと嬉しいです。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でしたね。なんとかかんとかファスティングを終えまして、うん、予定よりちょっと早くそうだねいやでも昨日はさ、でも運転するからさ、君たちを守るために俺はちゃんとね、自分の趣味よりも車を運転するためのコンディションを整えたからね。そういうことです。わかりますか。多分全国のお父さんは分かってくれるはず。うん、うん、そうですよ。はい、はい、ですです。でちょっとこの後ね、まあお互いの顔写真、うん、まあざっくりどんだけ変わったかっていうのは、はい、ご担当いたします。こんな感じです。あ、こんな感じです。え、体重の結果は？体重の結果はね、はい、俺が 75.8 から始まって、うん、71.7、うん、でフィニッシュ。お、まあ、約4キロだね。すごいね。 4.1 キロ。うん、私はね、うん、痛い、49.2 から始まりまして、うん、結果 46.1、うん、になりました。まあ、でもやっぱ顔の、ね、丸みがちょっと取れたよね。違う、うん、でもね、自分でもね分かる、いろんなね、うん、体の部分がね、うん、まあ、水が抜けてるなっていう。そうね、感じ、まずてかなんか脂肪が取れたっていうよりはちょっと筋肉が細くなった感じがする、少しだけ。まあね、うん、なんか
階段上がるのがちょっと大変みたいなのを感じたんだけど、それ違うのかな。あ、でもなんかそれもあるかもしれない。パワーが出ないよね。そう、うん、パワー。そう、まあね、今回ファスティングはね、こう体の毒素を抜きましょうっていうのがね、うん、まあ、痩せるっていうよりもそっちがメインだからね、種目的はね。そうそうそう、確かに。なんかやっぱり体が軽いし、うん、肌も、うんうん、良くなったっていう感じはあるから、うん、なんか定期的にやりたいね。そうね、できればね。まだコース余ってるしね、うんうん、なんか一日断食とかね。そうね、うん、それぐらいでいいんじゃないでしょうか。そうですね、はい、はい、という感じで、まあ、そうたくんの自慢のパパママにちょっとでも近づいたかしらというところで。かしら、うん、何、うん、無関心。まあまあ、うん、ね、健康的にいきましょう、これからも。はい、頑張るぞ、頑張るぞ。じゃあねー。